はようございます。月曜日の朝です。お休みの間に炊飯器が壊れてしまったので、今日はパスタ弁当にします。麺は電子レンジで作ります。目玉焼きを作っています。パスタの具材は冷凍していたしめじとブロッコリー。この人参はたらこ炒めにしようと思ってカットしていたんですけれども、たらこを買い忘れてしまったので今日のパスタに入れていきます。あとウインナー。具材を炒めます。ナポリタンを作っています。調味料はコンソメとお塩、ブラックペッパーとケチャップです。なんかナポリタンとかオムライスもそうですけど、結構ケチャップ使いますよね。麺が出来上がったので投入して牛乳も入れます。あとは炒めつつよく絡ませたら出来上がりです。いつもナポリタンを作るときは玉ねぎやピーマンなどを入れるんですが、今日は家にある食材で作ってみました。お弁当箱に入れて目玉焼きを乗せます。最後にパセリと粉チーズを振りかけて、はい、完成です。おはようございます。火曜日の朝です。今日は買い置きしていたパンでサンドイッチを作ります。真ん中に切れ込みを入れて具材を挟みます。具材一つ目は昨日少し残しておいたナポリタンです。炭水化物に炭水化物最高ですって思ったんですけど、パンのキャパが意外と少なくてほぼ人参サンドになりました上に少しだけ麺を乗せていきます。二つ目は甘いサンドイッチです。クリームチーズと最後少し残っていたいちごジャムを使い切りたくていちごジャムサンドイッチにしたのですが、使い切れませんでした。また他で使いたいと思います。この日はちょっと量が少なかったみたいで、3時ぐらいにはお腹空いちゃいました。ラップに包んで持っていきます。はい、完成です。おはようございます。水曜日の朝です。今日のお弁当はもう昨日の夜から決めていました。フレンチトーストを持っていきます。フレンチトースト大好きで時々食べたくなるんですよね。卵とお砂糖を混ぜて牛乳を入れてパンを浸しておきます。ちょっとお皿が小さかったようです。たっぷり液を染み込ませたらバターをひいたフライパンでじっくり焼いていきます。簡単なサラダを作ります。人参にツナを入れてチーズを入れて味付けはマヨネーズとブラックペッパー。これを混ぜ合わせ、なんだか今日すごい噛んでしまいます混ぜ合わせて人参とツナのサラダです。フレンチトーストもいい感じに焼き上がってます。この人参のサラダはマカロニの入っていないマカロニサラダの味がしました。隙間にブロッコリーを詰めます。フレンチトーストも焼き上がりました。とろふわですごく美味しかったです。蜂蜜をたっぷりかけます。下の段にもちゃんとかけていきます。やっぱり蜂蜜はたっぷりが美味しいですよね。昨日使い切れなかったいちごジャムも乗せちゃいます。これでいちごジャム使い切りました。はい、完成です。おはようございます。木曜日の朝です。今日はなんだか
ジャンクなものが食べたかったので、欲望のままに梅しそカツを揚げて持っていきます。業務スーパーで買った梅しそカツ、とっても美味しくて、でもたくさん入っているので全然なくなる気がしません。甘い卵焼きも作ります。卵焼き用のフライパンを使っているので、こっちはレンジで作ります。そういえば炊飯器が届いたので、やっと白米を持っていきます。簡単に塩昆布を乗せておにぎりというか丸めました。もう今日は野菜食べたい気持ちが一切ないので持っていきませんカツもサクッといい感じに揚がっています。結構油が跳ねるので、油跳ね防止の網を乗せたら、いつの間にか焦げそうになっていて、危うく火事になるところでした。カツも無事揚がったので、お弁当箱に詰めます。卵焼きプルプルです。あとはカツを思う存分詰めました。全部詰めちゃいましたはい、完成です。おはようございます。金曜日の朝です。今日はよくわからないものを作ります。しめじとキャベツとお肉を炒めます。今日これから作るものは、私のイメージではなんかおこげにあんかけをかけた食べ物あるじゃないですか。あのイメージで作ったんですけど、全然違うものになりました炒めたものはお味噌やみりん、お酒、お砂糖などで味付けをします。お味噌をよく溶かして、お野菜とお肉に絡めます。ご飯は焼きおにぎりにしました。冷凍食品です。どうやって入れようか悩んで、2つ重ねて2段焼きおにぎりにしましたここに作った、なんだかよくわからない肉野菜味噌炒めをかけます。よくわからないですが、味はなんだかとっても美味しかったです。はい、完成です。今週も一週間お疲れ様でした。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。